フラワーアート完成セレモニーを始めさせていただきます。まず本日の司会進行を務めさせていただきます横浜ビーコルセアーズ MC の豊島亮です。どうぞよろしくお願いします。横浜市では今年の3月25日の土曜日から6月4日の日曜日まで第33回全国都市緑化横浜フェアが開催されます。そこで鈴木区ではここ横浜国際フールをホームアリーナとする横浜市のプロバスケットボールチーム横浜ビーコルセアーズとともに鈴木区と地域が一体になり花と緑の取り組みを紹介することを目的としたイベントフラワーアート横浜フェアの開催を先行して開催することとなりました。改めて皆さんご覧ください。こちらが完成したフラワーアートでございます。正式にはインフィオラータと言います。イタリア語で花の絨毯を意味しており約400年の歴史を持つ花のアートです。現在ヨーロッパを中心に世界各国で行われています。デザインは第33回全国都市緑化横浜フェアのシンボルキャラクターでありますガーデンベア、今真ん中にあるのがガーデンベアですを中心に鈴木区のロゴ横浜ビーコルセアーズのヘルメそして横浜ビーコルセアーズの選手など合計18枚です。約1万5000本のカーネーションの花びらを使用し特別協力ジュノー株式会社様横浜国際エグル様そして鈴木区商店街連合会様横浜ビーコルセアーズ鈴木区講演会様一般社団法人横浜市鈴木区医師会様フィットネスハウス、パレット中川、ホットカフェ中川様、郵便会社、金子貨物商事様、大金商事株式会社様、株式会社横浜タウンサービス様、セレモマイホール様、株式会社アザルスタイル様、株式会社創造開発設計様のご協賛のもと、横浜ビーコルセアーズクルスタークラブ会員の皆さん横浜市立東山田小学校児童の皆さん制作ボランティアの皆さん総勢約100名の方々の協力を得まして先ほど制作が終了いたしました。制作にご参加いただきました皆さんに、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。それではこの後、ご登壇いただきました皆様とともにフラワーアートを完成させていきたいと思いますので最後までよろしくお願いいたします。それでは初めに主催者を代表いたしまして鈴木区長赤澤健一よりご挨拶申し上げます。それでは赤澤区長お願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました鈴木区長の赤澤健一でございます。今日はこの横浜国際プールにたくさんの皆様お越しいただきまして大変ありがとうございます。先ほども MC の方からお話がございました通りもう50日を切ったところでございますが横浜市で全国第33回全国都市緑化横浜フェアこちらの方を開催いたします。3月25日から6月の4日までという期間でございますが横浜市が取り組んでおります緑の取り組みこちらを全国に発信し美しい花と緑豊かな街横浜をアピールしていくことになります。場所は港の見える丘公園から港未来までの港ガーデンそれから動物園の横浜動物園ジュラシアにあります隣接しております里山ガーデンこの2つの会場がメインとなりますけれども他にもパートナーの会場がいっぱいありますのでそれはホームページの方でご覧いただければと思います。今すごくですね山下公園などきれいにしておりますのでぜひぜひ皆さん足を運んでいただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。続きの方でもですねこちらに関連いたしまして花いっぱいということで展開をしていきます。街の中に花そして海洋島の方にもありますローマヤスガーデンですとか
それからイケリにありますシジミの森、こちらの方も開園ということで予定をしております。ぜひこちらの方にも足を運んでいただけたらというふうに思っておりますし、その間で今日もこうやってフラワーアートですね、こちらの方をさせていただいております。ガーデンベア、それから選手の皆さん12名の方、花でも記念しておりますので、ぜひ終わった後ですね、まあ、上から見ていただいてもこれ結構なんですけど、ぜひ近くに寄っていただいて、まあ、写真撮っていただきなどしていただければ、楽しんでいただければいいなというふうに思っております。まあ、これには本当に今日朝早くからですね、東山田の小学生の皆様、それから先生、あと近隣の小進学校の皆さん、ボランティアの皆さんがですね、ブースターの皆さんもそうです、本当に多く駆けつけて一つ一つ作っていただきました。本当にありがとうございます。また指導いただきました、藤川様はじめスタッフの皆様に感謝申し上げますとともに、ご協賛いただいた皆様ですね、ご支援いただいた皆様に、本当に感謝を申し上げます。まあ、ニコルセアル、まあ、ホームで5連勝中ということでございます。今日はもう本当にありがとうございます。話をさせていただきますけれども、ぜひ今日もですね、頑張っていただいて、みんなで本当に応援していきたいと思います。結びになりますけれども、ニコルセアルの勝利、それからユタンフェアの成功、本日お越しの皆様のご健勝ご活躍を記念いたします申し上げまして、挨拶をさせていただきます。本日どうもありがとうございます。またざっよりご挨拶申し上げました。続きまして、横浜ビーコルセアーズ球団代表上田哲也よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました横浜ビーコルセアーズ上田でございます。本日は忙しい中、誠にありがとうございます。まずはじめに、フラワーアートのこの盛大な企画を、我々ビーコルセアーズに共に一緒に、していただいた横浜市の鈴木倉美さん、本当にありがとうございました。そして朝早くから、本当に朝早くから、皆様、ボランティアの方にご支持いただきまして、花を摘む作業から、それで、この家を作るまで本当に長時間にわたって付き合いいただいたボランティアの皆様、本当にありがとうございました。ご指導いただきました藤川社長をはじめとしたスタッフの皆様、本当にこのような素敵な形、本当に我々がイメージしてたそのままがここに出来上がってくるということで、本当にありがとうございました。そして最後に、こういった企画、たくさんの実は企画もするんですけども、そこを支えていただきました、協賛スポンサーの皆様、本当に感謝申し上げます。この場を借りてもありがとうございます。改めまして、朝早くから私も少し座らせていただいたんですけれども、やっぱり日本が横浜ビーコルセアーズがたくさんの方に支えていただいているんだなということを実感しております。我々も本当にこの、感謝をですね、もっともっと認可して、皆様にどうお返ししていけるべきかということをもっともっと真剣に考えて、これからも地域が本当に皆様が盛り上がっていくような形でどんどんやっていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。そして最後に、せっかくこのような本当に素敵なものができましたので、ぜひ皆様に写真撮っていただいて、 SNS でこの横浜続きという、ここの横浜国際ルールはこんなすごいものであるということをぜひ SNS で拡散してください。それで3月25日から始まる全国都市緑化横浜フェアを盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。上田球団代表にご挨拶申し上げました。続きまして、日本におけるインフィオラートの第一人者であり、エフェラルアート国際連盟の理事でもあります株式会社インフィオラータアソシエイツ代表取締役社長藤川康彦よりご挨拶申し上げます。今回、藤川社長にはインフィオラータの監修をお願いしております。それではお願いいたします。こんにちは。どうも、朝早くからですね、この捜索に手伝っていただきましたインスタの皆様、そして皆さん、本当
当にこうありがとうございました。おかげさまでですね、今日2時半に、これ完成を目標にしていたんですが、本当に1分間違わずですね、2時半ジャストに、この作品が全て、出来上がりまして、無事今こういったオープニングセレモニーができる状況になっています。もともとこのインフィオラですが、こういった顔の作る気があまりなくてですね、ヨーロッパでは神教画が多いので、イエス・キリストとかですね、マリア様とか、そういったものをこう描くというのがあるんですが、こういったものを選手とかですね、芸能人とかを描くというのがあまりないんですね。で今回僕らも15年間ずっとこの日本でこういう花絵を作ってきているんですが、こういった、プロスポーツとですね、競技と組んで一緒にこういった、作品を作るというのは実は初めてなんですね。ですので本当に記念すべき作品を今回作らせていただきまして、すごく感謝を申しています。もともと昨年6月にですね、ちょうどアイスミーマンダーランドという映画が出まして、ディズニーの方もブリーデッドの映画を作ってくれたという依頼があって、そこからヒットを得て、こういった作品を、今後作っていこうかなというふうに思って、提案をさせていただいています。ぜひですね、見ていただければ、プロデューサーにもいただいて、それをイメージしてですね、いろんな、ちょっとデフォルトにした形で作品を作っています。ですので、その選手の特徴をですね、いろいろとこう色を使って、影を使って、特徴を作ってですね、作品を作っていますので、そういったところをですね、プロデューサーに比べながら、見ていただけると、すごく面白いんじゃないかなというふうに思っています。ぜひですね、明日までやってますので、ご覧いただければと思います。どうも今日はありがとうございました。制作に携わっていただいた皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。吉川社長よりご挨拶申し上げました。そして本日はご来賓といたしまして、横浜ビートルズセアーズ鈴木区後援会名誉会長、長谷川秀夫様。